おはようございます。渡辺瑞香です。動画をご覧いただきましてありがとうございます。本日は2020年4月11日です。はい、こちらの記事なんですけれども、先日もご紹介したカバーアスというニューヨークに拠点を置く企業で医療関係のアプリを開発しているベンチャー企業になっています。で、こちらを大きくバックアップしているのがセントラリティですね。暗号資産のセントラリティという企業で、セントラリティがメインネットに移行し、その、エコシステムに進むというんでしょうかね。そこにアプリを、置いてくださる会社の一つになっています。早い話が提携しています。で、この、カバーアスの記事いくつかあるんですけども、その中でも特に気になったのが、このナスダック TV から、CEO、カバーアスの CEO のアンドリュー・ホッピンさんがアンケートじゃなくてインタビューを受けているシーンがあるんですけども、こちらの内容をですね、たった5分といえど、ちょっとね、かなり内容が濃いもので、少し長く、この動画自体も長くなるかもしれないんですけども、セントラリティを保有していらっしゃる方、またはセントラリティに興味を持っていらっしゃる方は、ぜひとも最後まで見ていただきたい内容になっています。このアンドリュー・ホッピンさんというカバーアスの CEO の方の、また経歴がすごいんですよね。そちらの方も合わせてですね、あと理念の方も素晴らしいので、ぜひ聞いていただきたいなと思います。で、こちらがその、インタビューのシーンになっているんですけども、ナスダックのレポーターの女性の方からアンケートを受けて、アンケートじゃなくてインタビューを受けている CEO のアンドリューさんの姿になっていますですね。で、こんな感じでですね、まず、このようにこう書き出しまして、で、アンドリューさんがこの中でおこた、あの答えていらっしゃる内容は全部翻訳させていただきましたので、お伝えしていきたいと思います。これ最後までね、ぜひ見逃さずにお願いしたいんですけども、よろしくお願いします。では、こちらの、き、あの、まあ、記事というか内容ですね、ナスダック TV の、インタビューを受けているカバーアースの、アンドリュー・ホッピン氏、CEO のアンドリュー・ホッピン氏のインタビューになっています。はい、では、最初からいきましょう。で、ジルさんとおっしゃる方が、このナスダックのレポーターの方なんですけども、この方がの質問です。カバーアースとは何ですか？なぜこの会社を創設しようと思ったのですか？で、アンドリューさんが答えています。カバーアースは患者さんが経済的に暮らし向きが良くなって、自身の健康増進を賄えるよう患者さんに取り組んでもらえるようにしたモバイルアプリです。これを作ったのは我々の医療システムが不公平だと気づいたからで、ただ50ドル、100ドルがないだけで健康診断にも行けず病気になる。これは医療システムにいる全員にとって残念なことです。1世帯あたり医療に関してつぎ込んでいる資金額は他の裕福な国と比較しても多いはずなのに、他の国よりも健康面での結果は実は悪く、一つには健康のために費やすべき十分なお金がないということがあります。なので処方も守れないし、行くべき健康診断にも行けない。我々の制度がかなりお金をかけていても、そのちょっとした金額のためにそれが叶わない。なので私たちはお金を回して健康体になるのにやるべきことをやるための十分なお金を実際に稼いでいただこうと思ったのです。ここはね、画期的ですよね。患者さん自身にお金を稼いでいただいて、で、十分な資金を自分が健康体になるために回してもらいたいという発想なんですよね。で、ジルさんがビジネスモデルとしてはどんな感じなのですか？というふうに聞いています。で、アンドリューさんが、そうですね、患者さんがアプリをダウンロードして、電子医療記録を接続し、簡単に選択肢を選んでもらって、利用するそのデータから市場リサーチに協力することによってお金を稼ぐ機会を提供するものです。アンケートに回答すれば、私たちが提供できる中で最も良い価格と場所で処方や医療処置や市販薬を見つけることができます。その結果、ポケットマネーは増えるし、疾患予防にも備えることができます。で、ジルさんが、その予防医療のがゆくゆくは、その予防医療がゆくゆくは医療費を低く抑えることができるのですね。では、なぜそのようなものが今まで存在せず、この時になって成功するとお考えなのですか？すごく、鋭いとこ突っ込んできますよね。で、アンドリューさんが、そうですね、確かに今回はこれを考察し証明することも狙いなのですが、このようなものが今までも世間にあって良さそうなのになかった理由は、つい最近まで個人がその電子的医療記録にアクセスするのが難しく、ましてや我々のような許可型モバイルアプリにアクセスし、実際にその記録の中にあるデータを使うと同時に役立つサービスにもしていくというのが困難だったことです。これはテクノロジーというか技術的に困難だったわけですよね。その一般大衆にそこまでやってほしいと思う
けど、それをこう提供する技術がなかったわけです。で、業界としては今、実際に顧客に話しかけ、診察時以外に何が起きているかを知りたがっています。とうとうこの国でも価値に基づく医療というものが求められるようになり、医療処置だけでなく交流の上でも実際に得られたいい結果に対してお金を払うようになっています。つまり病院から家に戻った時にそこで何が起きているのか、そこで顧客が作成するデータが診察時に起きていることと同じように重要だということです。ということで、今まであのお医者さんに行って診察してもらわなければ、その時の状態を把握することによってしか病状をこう理解することができなかったんですが、病院から帰ってきて家で何が起きているのか、そのことも患者さんに情報を提供することによって、また医療のリサーチにこう役立っていることができるということですね。両方、診察時の時の状態も、それ以外の時の状態も同じように、そのデータが大事なのだということです。で、ジルさんが、分かりました、ではそのデータですが、私たちに実際に所有する自身の個人データがあるとして、私たちがそのデータについてカバースを信用すべき理由は何でしょうか。つまり自分自身のデータを提供するわけですから、その提供先のカバースに対して、どうやって、どういう理由で、根拠で信用したらいいんですかということですね。で、アンドリューさんが、それは素晴らしい質問ですね。確かに人道的に自身のデータを所有する必要がありますが、一般に考えられているよりも、これにはかなり複雑な事情があります。例えば、私のゲノムは事実上、私の姉妹のゲノムについて多くを語っているわけです。これはゲノムっていうのは一つ一つの、遺伝子のことじゃなくて、遺伝子がこう群みたいになって、そこにそれがこう染色体に収まっているっていうか、その一式の、遺伝子群っていうんでしょうかね、そういうのをゲノムと言います。で、そのゲノムを見られるっていうことは、同じような遺伝子を持つ、遺伝子なんで、例えばお姉さんか妹さんがいらっしゃるとしたら、その方にもこう似たような遺伝子が入ってるわけですよね。で、つまり自分のゲノムを提供するっていうことは、私の、姉妹のゲノムについても情報を提供してしまっていることになると。で、それを所有して売って、いくらかお金にすることができても、実際に私の姉妹のプライバシーをリスクにさらしてしまう可能性が出てきます。なので、それほど単純に割り切れることではなく、我々のデータが何をすべきで何をすべきではないかなどを選択する権利があるというような絶対的なものではないですし、ほとんどがユーザー側に功を奏するようにすべきだと思います。ということで、私たちが企業側が何でもかんでも支配して、このデータをよこしなさいとか、そういうこのデータは提供してよくて、これは提供しなくていいからみたいな絶対的な命令を下せるわけではないと。で、それとは反対に、そのユーザー側に有利になるように、考えてあげなきゃいけないですよねと、この方は言っています。で、私たちを信用すべき理由は、私たちもよくある社会的起業家に過ぎないわけですが、その理由は、信用すべき理由はですね、3つあります。1つ目は、患者さんがお金を稼がない限り、私たちも稼がないというビジネスモデルですと言っています。普通はね、企業は自分たちの利潤を優先しますよね。そうではなくて、このカバースは患者さんがお金を稼い、まず稼いでもらって、それから自分も稼ぐんだと。それをやらない限り自分たちも稼がないということです。で、必ず会員さんたちに私たちよりも稼いでもらうことを常に念頭に置いています。2つ目は、ブロックチェーンテクノロジーを構築して、ここ注目ですね、ブロックチェーンテクノロジーを構築して、世界の誰に対しても我々の言葉を信じるまでもなく、我々が有言実行を実現していることを証明することです。これはブロックチェーンの性質そのものが、個人の都合とか、ご都合主義でもって変更することが不可能だということで、誰からも見られるネット上の台帳になっていますので、そこにこれをこのアプリを構築するというわけですね。アプリにブロックチェーンを構築するとも言えるわけなんですけども、で、その誰からも見れるそのブロックチェーンというものを通して、改ざんも不可能ですし、相違っていう、コンセンサスを得ない限り不可能ですし、それを、だから有言実行、我々が言ったことを有言実行してるんだよということを、このブロックチェーンを通して見ていただけるっていうのが一つと、あと、このブロックチェーンテクノロジーを構築してっていうのは、いずれはそこにブロックチェーンを構築するんだったら、それは当然そこに投資している、そして提携しているセントラリティを使うということですね。もうだからセントラリティのエコシステムに入るというふうな形で提携は終わっています。で、そうですね、3つ目の信用すべき理由、私たちは
規制の時期に入っていて、これはプライバシー法があなたが知らないうちに各企業があなたを監視することが難しくなるところまで動いているという意味で大変良いことだと思います。つまり、プライバシー法をもっと厳しくすることによって、今までは企業がですね、あなたのデータを勝手に売り買いするっていう、そういうことができなくなる方向に行っているということが、またね、安心材料の、ユーザー側にしてみれば安心材料の一つだということです。で、あなたが実際に直接自分自身のデータにアクセスし、どこからどこまでが良いのか良くないのかを問うべき時が来たのです。つまり、企業がね、いろいろなことを勝手にやっちゃうんじゃない、でもその代わりにあなたが自分の、データを管理して、どこからどこまでを提供すべきなのか、どこからを提供しないのか、どうすればいいのかっていうことを自分自身で問うべき時が来たということです。で、私たちは他の人と全く同じようにその法に従う立場ですと言っています。なので、カバースがね、データ提供してもらったからって、それを勝手に使うっていうんじゃなくて、ちゃんとプライバシー法がこれからどんどん厳しくなってくるので、その法に従うまでですよという。だから、私たちが勝手に、ね、データをいじって売ったり買ったりとか、そういうことはやりませんということですね。で、ジルさんが分かりました。では、アンドリューさんのキャリアですが、政府の CEO とシビックテクノロジーの起業家としても成功を収められて、さらっと言ってますけど、政府の CEO だったんですよね。で、そのキャリアが現在のベンチャー企業カバースに向けて下地となった経緯は何でしょうかと、さらっと言ってますけど、これすごいことですよ。しかも長年ね、携われてられていたのがこのアンドリューさんなんですね。で、アンドリューさんはそうですね、長年政府の CIO として、で、その後ガブテックの起業家として、で、ガブテックっていうのは、フィンテックっていう言葉はもう耳に馴染みがあるかと思いますが、金融テクノロジーのことですね。フィンテック、フィナンシャルテクノロジー、ファイナンステクノロジーか、フィナンシャルテクノロジーか、そのあたりです。で、ガフテックっていうのはガバメントテクノロジー、つまり、政府テクノロジー、政府のテクノロジー、政府関連のテクノロジーということですね。その起業家として、このように2通りの方法で、ガバメントと、あとテクノロジーという、そういうね、2通りのこうアプローチを持ってですね、政府のデータを扱ってきたので、断片的に散らかっていた、情報をデータセットにして役立つ情報に変えていく知識を大変快適に習得できましたということできましたし、それを良い意味で生かすこともできるわけですと言っています。なので、政府とこれま、まあ、あの政府 CIO として活躍なさってきた、今までの経験と、今やっていることが全く切り離されている状態ではなく、ガブテックとして、政府で、前、政府 CIO としてのキャリアと、あと、テクノロジー、シビックテクノロジーの起業家として活躍されていた、その、両方の経験を今、ちゃんと生かすことができているので、その延長線上で生かすことができているので、あたふたしながらやってるっていうことじゃないですよということが言いたいんだと思います。で、私たちは大変厳しい規制環境の中でさえ、再び、ここでそれをやっていて、チームとしてはナンバーワン、ナンバーツーを争いながら、全生涯をかけてテクノロジーを利用して大変快適に人々を援助するために、その仕事ができています。なので、今までしてきたことの別のバージョンという形で、今までしてきたことがちょっとバージョン変わっただけだと、そういうことですね。別のバージョンという形で、社会的営利ベンチャーではありますが、チームとしては善意を持って信用を得ながらこれをうまくこなしています。というのが、先日、1月にですね、パイロットプログラムが成功しましたよという記事の、翻訳を挙げたと思うんですが、その通りの、成功しましたという結果になっています。で、ジルさんが、わかりました。アンドリューさんは未来の、医療システムからどんな結果を見たいとお思いですか？で、アンドリューさんが言っています。税金や消費したお金も含めて、私たちが投資した全額を考えても、私たちがさらに医療に資金をつぎ込むとしたら、その時は世界最高の結果を出し、アメリカ人が世界で最も健康な国民になることを望んでいます。データの匿名性を守ることと共有することとの狭間にあるバランスを取ることがもっと上手にできれば、そこに価値が生まれ、人々にもっとこうならこうしたいのにと思うことが実現できる経済的手段が提供できますし、実際に医療としても世界最高の結果が出せると思います。今現在は最大限に費用をかけてもその結果が悪いという事実があってもですと言っています。今現在はアメリカもね、健康医療に結構ね、こうお金をつぎ込んでいて来ているはずなのに、アメリカ人、一部のアメリカ人がね、お金がないという理由で診療に
診察もしてもらえなかったという事実があった。でもこのアプリを使うことによって患者さんがデータを提供するのと提供してその報酬として実際にお金を得ることができるということによってその問題が解決するので、これからはあと技術の発展とともにね、どんどんその辺りがこのソリューションが提供できるということによって問題解決につながる状況が良くなっていくだろうということです。つまりお金がなかったアメリカ人の方が診察を受けることができて、もっとその健康体になれるように協力することができますよということですね。はい、で、ジルさんが「分かりました、そろそろまとめに入りたいと思うのですが、カバーアスはどれだけビッグになるのですか？」で、アンドリューさんがおっしゃってます。ここはね、ちょっとね、アメリカ人らしい回答なんですが、そうですね、これは特にアメリカでは大きな課題ですね。世界の医療の3分の1は我々が消費しているという意味で、ここでスタートできたのには大きな意味があります。しかし、このことは医療ということを考慮しても、支払う側の市場としては一つ残らず、世界中のどの国にも関わってくることです。もしカナダにいるとして、クローン病になって、毎月何百ドルもポケットマネーから出ていくことになったとして、それでも働きに出られるほど健康でいられます。患者さんのお金になる健康データとこの取り組みが世界中に功を奏し、世界でも最大の産業の一つになって、我々がここアメリカ合衆国で成功を収めて世界を手にすることを望んでいます。この最後のフレーズがアメリカ人らしいですけども、でもやっぱり世界を視野に入れ、デジルさんが分かりました、アンジェルさん、この度はインタビューに応じてくださりありがとうございましたというところで、インタビューが終わっているわけなんですけども、アメリカの企業でね、もちろんね、アメリカ人に一番健康になってもらいたいっていう、そういう野望はあれ、これは医療に使えるアプリなので、でどこの世界のどの国に行っても、うちの国は医療関係ありませんよなんていう国はないですよね。やっぱり人間には体が、この世に生きている人はみんな体というものを持っていて、時にはこう病むこともあったり、心の病というのもありますけれども、体がね、病気になることもあるわけですよね。その時に医療関係ないですよとか、医者には、私みたいにね、医者嫌いの人間でもやっぱり本当にね、医者の力を借りなきゃどうにもならないって思う時も、人生に何回かはあるわけで、どの国も医療っていうのは発生して、そこに支払う側から出ていくお金っていうのも発生してくるわけですね。そのお金がないために医療が受けられない、アメリカはね、結構ね、医療費高いですし、日本みたいに実は日本みたいに国家的に手厚く保護する保険っていうのはなくて、かなりね、自己責任に迫られてくるところもありますので、そういった問題を解決するにあたっても、このアプリがね、非常に役に立つと、ゆくゆくは世界中の人が欲しがるアプリになるんじゃないのかなと。その世界が欲しがりそうなアプリが構築される場所はこの、ね、セントラリティということになってくるのであって、この、カバーアスも、セントラリティというエンジェル投資家にはかなり一目置いていますので、提携までしていますのでね、セントラリティも合わせて期待したいところであります。ということで、ちょっとね、長くなりましたけれども、最後までご視聴くださいましてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。